はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。もうね、だいぶ寒くなってきたんで、今日はね、ダウンしてます。今日はですね、今日はクリスマスのアレンジメントを皆さんに紹介しようと思います。毎年クリスマスのアレンジメントは皆さんに紹介していて、去年あたりは確かにすごくかっこいいオープニングで始めたと思うんですけれども今年はね、まあ、ちょっとこう、おとなしめに、さりげなく、かっこよく、メリークリスマス。今日はこちらの器にアレンジメントをしていきます。まあよくね、使ってる器なんで、まあただね、今回は吊るものを使っていきます。行ってみよう。はい、じゃあまず最初にこちらのね、赤鶴を、じゃあ赤鶴じゃない、これ まず最初にこのコグアヅルを、やっちまった感じですね、コグアヅルを入れていきます。で、こう結構吊るしてこう長いんですよ。なのでこの先、このまあ大きいものを作るときはもうこの長さでいいんですけど、今回みたいなこういう器にこういう吊るを使っていくときは、まあ少しこう切り分けていきましょうね。なのでちょっとこのかっこいいラインのところ、このグネグネしたところを切り分けていきます。でもちろんこっちのかっこいいラインの方はちょっと太いんで、切り込みじゃなくてこの割りを入れて、いつもの枝物を留める要領で留めていきます。おおむにね、刺すところ、たまにこういう曲がったところで刺しちゃう人いますけど、こういうところで刺すと絶対止まらないんで、なるべくまあこう真っすぐになっているところでね、カットしてこういう部分で止めていきましょう。はい、このような感じです。はい、次にこちらのドラ砂をね、刺していきます。まあドラ砂をね、前で言ってる鉄則でこの1本ね、バルブを残したこういう葉っぱを取っておきましょう。まあ、使うか使わないかわかんないんですけど、こういうふうに長くしとくと、まあ後々ね、長くすることはできませんから、切っちゃったものはね、元に戻りませんので。今回は長いまま使えそうですね。行きましょう。やっぱ取っといてよかったってことで思うんですよ。普通のドラセナの長さじゃこんなに届かないもんね、ここまでね。だからやっぱり取っといてよかったって。僕の言い方で言うと、ついてた葉っぱかもしれないね。これはこういう葉っぱ、これはね、割とアレンジメントを遂行させる感じ。